ばんは。こんばんは。イコールラブの大場花です。危ない、私の椅子のジャパリマンがいいバランスじゃない、うん、こんばんは。よいしょ。フライング10分フライング10分してしまいました。こんばんは。あ、サングラスちょうど持ってない、ちょうど、あ、持ってくればよかった、サングラス。サングラスが似合うの、あなちゃんや、あなちゃん、あなちゃんだよ。ちょうど持ってなかった、今持ってないや、下にあるわ、持ってくんの忘れちゃった。あやってしまった、やってしまったな。イコラブさん、今イコラブサングラス部の部員ね、7名いたよ。多くない？7名もいる。すごくない？私が勝手に翔子のこと入れたけど。花丸気分で勝手に翔子のこと、イコラブサングラス部の部員にしちゃったけど。うん。私びっくりしたの。帰国、日本に着きましたっていうね、ツイート。え、どういうツイートにしようかなって思って。でもなんか、普通のツイートじゃなんか面白くないなって思って、で写真、ホルダーをね、見てたわけよ。見てて、お、この、これいいやんって。この写真めっちゃいいなって思って。なんか、でもいつ載せる機会あんまなさそうだし、これは今しかないなって思って。ちょっと短文で。無事帰国しました、私が勝手に発足したの。私がね、なんかハッシュタグイコラブだけどなんか寂しいから、いや、これをなんかハッシュタグイコラブで拡散してもつまんないなと思って付け足したの、サングラス部って。みんなサングラスつけてたから、フランスで。それでつけたらめっちゃリップが来て、なんかタイムライン見てたらミリニャとイオリから来てて、えって思ってびっくりして。でそしたらさ、あの、何、誰から来た、マイカとアンナからも来て、さっきキアラちゃんからもね、入部希望ですって来てね、嬉しかった、めっちゃ嬉しかった。一人テンション上がっちゃったもん。嬉しすぎて。今日稽古場でノンナに、私もイコラブサングラス部入りたかったんだけど、サングラスの写真がないって思ったら、家にスタッフさんに借りたサングラスがまだあるから、それで写真撮るかもしれないって言った。撮るかな、ノンナちゃん撮るかな、誰かに撮らせないと、撮らせてくれないから、自分で撮らないから。私のね、サングラス部に入ってほしいね、のんのちゃん。入部希望者いっぱいいたね。私がかっこ3名とか書いたら、俺も入りたいですって。いっぱい来て、あ、ごめんってなった。うん、ごめんね。暑いね、今日も。日本に帰ってきたらめっちゃ暑くてびっくりした。飛行機降りた途端、え、暑っ？暑いやん、ここって。日本、暑ってなった。うん、でもフランスも結構暑かったんだけど、そこまでじゃないかな。25度とか、高くて29度とか、その辺だったから、そこまでじゃなかった。日本よりかも暑くはなかったです。はんちゃん受験です、ありがとう。7人半分入ってない人誰？あ、でもナータンつけてたかな、わかんない。結構みんなつけてたからみんな入れるよ、多分。フランス人美人でした。もう綺麗な人しかいない。もう街中も綺麗だし、人も綺麗だし、もうなんてこった、パンダこったって感じ。すごい綺麗で、もうどこもかしこも美しくて、めちゃめちゃ美って感じ。おおおおって。すごい綺麗だった。うん、みんな、あ、なんか映画で見たことあるような人がいっぱいいるみたいな。って言ってました。
あとなんだっけな、ジャパンエキスポコスプレしてる方がすっごいいっぱいいて、もうみんな様になってる、みんな綺麗、もうそのまま写真に撮りたいですって感じすごい綺麗でした。めっちゃ可愛くて、可愛いって言ったら、あーありがとうって言ってくれました。嬉しかった。うん、ワセリンを塗る。なんてこと、パンナコッタ古い、気のせいやで。フランスのフランスパン食べました。めっちゃ美味しかった。言ったっけ、フランスパンにクリームチーズを乗せて食べるのがめっちゃ美味しくて感動してクリームチーズを買った。このフランスに、フランスの配信でも言ったけど、クリームチーズがめっちゃ美味しかった。スムレットっていうクリームチーズ、スムレットね、多分読み方スムレット。よいしょ。あ、お土産でもらったね、大きいね、ジャパンエキスポの箱ね、頑張って詰めた。あのあと5分くらいで詰めて頑張った、なんとか入りました。普通のお菓子とかのお土産を手提げのトートバッグに詰めたらなんとか入った。で家に帰ってパカッて開けたら、キャリーケースの方開けたらなんかぐちゃぐちゃになったぐちゃぐちゃになりました。どうだ、かゆい、めっちゃ乾燥がひどくて、うん、動くかな、どうだ、動いた、画質悪くなったかな、ダメか、あ待って、コメント全部消えちゃったコメントが全部消えてしまった。 Oh no Oh no Oh no、 モードラなくちゃ、 Oh no、 何も言えず、 Oh no、 あ、綺麗になった、やったやったコメント全部消えたけど綺麗になったから、まあしょうがないということで、うん、コメントが全部消えてしまった。帰宅、大場キロに着くうん、こんばんは皆さん、改めましてこんばんは、イコールラブの大場ハンですフランスにいても日本にいてもどっちにしろね、画質が悪いから、うん、相性が悪い、ね、やった、復活しました、やったね、やったやったうん、よいしょ。フランスでの話なんですかね。さっきさ、のよりのショールームを見て、ちょっとだけ見てたの。ニコラジ終わって、ニコラジの収録が終わって帰ってる時にちょうどやってたから、のよりのショールームをちょっとだけ見てて、もうファンの人のなんかショールームレポートみたいな、ショールームレポートみたいなので、なんかティンターパンで配信やると、よりがなんか暴れるからもうやんないみたいな。やんないっていうか、あんまりやらないようにしてるみたいな言って、いおりがね、まあ、実際言ってたの知ってるわけよ。なんか一回のいおりのお家でのや、なんかメンバーものとかした時にいおりがめっちゃ騒ぎすぎてへこんでたのへこんでて、でそれでもうはなちゃんとショールームやると暴れるからダメだって言ってたんだけど、まあ、パリで結局、まあ、やったんだけどパリで言ってもあんな感じになるから、でもそれがいいんだよね。私もそれがいいと思うよ。その姿がいいもんね。私もそう思うね。面白いのがさ、いいんだもんねと思うよね、みんなもねすぐへこむから、そうなんだよね、うんそうだよね。あ、目覚ましテレビ録画した。そうなんですよ、のジャパンエキスポの方で目覚ましテレビさんの方に取材というか、なんて言うんでしょう、していただいたので、ぜひチェックよろしくお願いします。うん、ちゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃん
なんか画質の悪さがね、パリ配信なんかもう面白かった、のスクショを見て爆笑してしまった。いおりがタオルかぶってこうやって出てるのを見て、モザイクかかっててめっちゃ爆笑してしまった。ツイッターで言ってた収録中の嬉しいことって何？私がさっきね、イコラジ、ツイッターでイコラジで嬉しい、収録中に嬉しいことがありましたってツイートしたんですよ。そしたらもうみんな半分以上の人が当ててて、なんでバレてんのってなんで私の嬉しいことバレてんのってちょっとびっくりしました。全然びっくりしためっちゃバレてるバレてる。あ、でも30、うん、でも半分以上がニアピンかなニアピンコメント欄でもバレてるね。ね、あ、ちょっと違うのもあるかな。違うのもあるね。違うのもあるけど合ってるのもある。お楽しみに。多分2回目、1回目じゃなくて2回目の方ですの。嬉しい、うちの嬉しいことが分かります。正解はイコラジで。お楽しみに。はい。トゥントゥン、トゥンドゥニョニョニョ。フォークもう今週じゃないか。本当だ。土日、土曜日が東京で、日曜日が名古屋、愛知県が楽しみですね。一緒にお話ししましょう。ワクワク、ドキドキ、ワクドキ。サードはこれでこの小枠で最後になるから、また握手の日はね、また空いてしまうんですけど、その悔いが残らないようにね、一緒に楽しみましょう。今週末は握手が終わったら舞台ガールフレンドカッコ仮が始まります。いよいよ、やだー、緊張しかしない。10日じゃない、10公演もあるので頑張ります。見に来てくれる人、まだねチケットも余ってる日数もあるので、ぜひチェックしていただければなと思います。見てね。幼稚園幼稚園、あ、ちょっと待って、さっきのね、幼稚園児はねあれなんだよね、あのね、幼稚園児はね、着ないと思うよ着ないよ多分。うん、ツンツンツンツツツンツツン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 ツツツンツツンツンツン。そう、この間パリのライブが動画撮影とかも結構自由な感じだったので、結構いろんな動画がツイッターとかにね載ってるから見てみてね。すごい、フランスのなんかサイン会、フランスでサイン会とかで名前とか言ってくださる方、覚えて名前をこうやって「花」とか「大葉花」とか言ってくださる方がいて、めっちゃ嬉しくて「おーおー」しか言って「メルシーメルシー」ってなりました。嬉しかった、すごい。私まさかのフランスの方にも生で見た方が可愛いねってフランスの方に言われると思ってなかったからびっくりして嬉しかったです。ありがとうございます私が握手会で言われる言葉率ナンバー5ぐらいに入ることよいしょ。あの船楽しみだ。緊張
緊張します。幼稚園児はねあれですよ、実はもうあの子の手元に渡ります。あの子の手元に渡るんです。なんと本命だから楽しみにしててください。ドゥ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 。もうフランスに1週間ぐらいいた、まあ、3日しかいなく、3日だけだったけど、今回は3日いただけでもなんかフランス語なんか喋れそうな気がした。勝手な思い込みね。フランス語喋れるような気がしたから、なんか本当に 1年ぐらいいたら喋れそう、喋れるようになりそう、慣れてきそう、耳が慣れて、なんか喋れるようになりそう。教えてくれるしかも、なんか生きてるだけで。ホテルのフロントの方が、うん、番号を教えてくださったんだけど、ちょっともう覚えてないけど覚えてないんだけど、教えてくださって、そういうのがあるからなんか生きていきそう。フランスで食べ物も美味しいし、食べ物はね、これね、パンがねめっちゃ美味しかった。クロワッサン、チョコ何あれ、チョコパイみたいな感じのとか、フランスパンとか、アップルパイとかめっちゃ美味しかった。最後ね、飛行機に乗る前に食べたアップルパイ、ラデュレのマカロンを、新宿とかにもあるんだけど、ラデュレのマカロンを本場で空港入って買ったんですよ、最後のお土産として。めっちゃ高いね、あれびっくりした。買って17ユーロぐらい買って、でなんか黒いマカロンがあったので、これ黒いマカロンがあるって、のんのんの2人でめっちゃこれすごい美味しそうって言って買ったわけよ。なんか5個入りの一番ねちっちゃいパックの5個か6個入りの箱をね、で1個それ黒いマカロンにしたので、その買い終わって、こういう紙あるじゃん、何味って書いてあるやつ、あちゃんと日本語で書いてあるのを入れてくださって、すごい日本語で書いてあるって思って、でその黒い味のを見たの、なんかカタカナだったからちょっとあんま記憶にないんだけど、そのカタカナを何味なんだろうって思ってネットで調べたわけよ。で調べたら甘草味って出てきたの。甘草味って何って思って、でそんでデラデュレマカロン甘草味って調べて、でその一番上に出てきた記事を開いたの。ごま味って思うでしょ、ごま味って思うじゃん。でイカスミで開いて調べてみたの、そしたら日本人には合わない味ですって書いてあったの。だから日本では売られていないんですよって、そのページに書いてあって、あ、そうなんですねって、あ、はい、あ、甘草味日本人のお口には合わないんですねって。でなんかその甘草味って調べてたら、ハリボーのタイヤグミの味と一緒らしい。タイヤグミ食べたことないけど、なんかヘルシンキの方とか、ムーミンのスウェーデン、ムーミンのめっちゃムーミンっていうムーミンの原作のところとかで黒いお菓子とかがよく使われてるらしくって、でそれの味らしい。でお母さんがさっき帰ってきたら、お母さんがなんか食べたって言ってて、半分だけ食べたって言ってて、私に半分残してくれてるみたいで、そしたらお母さんがなんかなんだっけ、よもぎと、あ違う、今のせいで黒ごまの濃い味とよもぎと、あとなんだっけ、何かが混ざった
味が、あ、違う、あ、そうだ黒ごまの濃い味とよもぎと唐辛子みたいなピリッとする味がしたって言ってて、でそれ結果美味しかったのって聞いたら、うん、まあ食べれるって返されました。うん、ちょっと明日の朝食べてみよう。飲みます。食べれるらしい、そういうこと。で他の選んだマカロンは美味しいのを買ったので、昨日お姉ちゃんが誕生日 でそれでマカロンをお土産として、お土産というか誕生日プレゼント的な感じで買ったんですけども、でなんだっけ、シトラス、レモンとピスタチオと、結構定番買ったフランボワーズと、その甘草味と、あとはなんか色味が可愛かったから、なんとかオレンジみたいな、多分オレンジかな、オレンジ系のマカロンを買いました。チョコレートを買うの忘れたの。チョコレート味のマカロンやらかしたって思った。買い終わった後ちょっと甘草味じゃなくてチョコレート味にすればよかったって。あとなんかフランボワーズ系のピンクのマカロンにギモーグマシュマロが挟まってるマカロンもあって、めっちゃ美味しそうだった。それも買えばよかった。後悔ばっかり。甘草のネジはね、甘いに普通に草で甘草味だった。甘い方。チョコミント味なかった。そう、なんかねフランス歩いてたらめっちゃね、あ、チョコミントがあるって、チョコミントだって思って、覗くやん、覗いたもの全部ピスタチオだった。え、ピスタチオやん。全部違かった、残念。残念でした。ふふピスタチオに騙されたフランス。よいしょ。何ですかね。そう、同じ色してるからね。緑、水色、グリーン、ライトグリーン系とね。明日からファミマ3つくらいチョコミント新商品あるよ。なんだっけ、あ、ファミマじゃないけど、セブンイレブンのチョコミント氷が発売するって、また書いてあって嬉しくなりました。食べたことないんだよね、チョコミント氷。食べます。食べたい。甘草マカロン。じゃあ甘草マカロンで調べよう。甘草マカロン。甘草マカロン。マカロン。ふぅ。チョコミント取りすぎて太ってきてる気がする。ほんと？うん。これ。なんか写真が悪いな。なんだろう、ラデュレ、イグリ、違う、レグリスってカタカナね、天草。あ、日本上陸してる。あ、2009年だった。この記事2009年の記事だった。天草マカロンと、レグリスね。難しそうな記事さと、ほらやっぱ書いてある、日本人には合わない味だって。ふんふんって書いて、ふん。メロン味のシャーベット食べたと思ったらミント味で微妙だった。ミントだけのはちょっときついよね。チョコが入ってほしい。エッフェル塔外から見ただけ。その登りはしなかったです。
何ですかね、凱旋門見て、生写真のね撮影とかをたくさんさせていただいたりしたので、あとは船クルージングとかしたり、一周セーヌ川を一周回ってお食事したりしましたね。でも食べ物が美味しくて、肉、お肉、このチーズのなんかチーズのムースみたいな美味しかった。かゆいよー、帽子すごい可愛かった、ありがとう。レディーアゼルついてるよ、き、へ、肝臓、天草じゃなくて肝臓、へえ、肝臓なの、そうなんや、肝臓だって、肝臓グランドキャニオン級のお肉、せや、グランドキャニオン、キトキミダ見ましたか？私たちが飛行機に乗ってる間にキトキミダが放送されていました。今回も私お月の者として参加させていただいたんですけど、楽しかったですこっちの iPad の充電が なくなり始めた。よいしょ、 CA 大場にあげたい、 CA 大場、ポンポンポン、 CA 大場、じゃあ今度 CA 大場の写真もあるかな、きっとある、あるはずパリのジャパンエキスポで会った、お、ありがとうございます。フランスの飛行機はファーストクラス、エコノミーえ、肝臓って栄養ドリンクとかに入ってる、え、そうなの、本当、え、ちょっと待って、調べるね、何でもすぐ調べるから肝臓、これ肝臓族だって、葉っぱじゃんめちゃめ、あ、本当だ、肝臓、ウィキペディアやば、そうなの、絶対なんかやばい味じゃん、食べた、喋れました、喋ってたかなよいしょ、ダンダン、機内食が美味しかった、全部食べた爆食いモンスターになってた、フランスでは爆食いモンスターになったんで、ちょっとこれから舞台に向けてまた日本を取り戻したいと思いますパリのお茶で、なんかお茶があんまりないんですよ、パリ、フランス。あんまなくて、ミネラルウォーターか、オレンジジュースか、まあ、コーラとか、そういうのしかあんまなくって、で、なんか、ジャパンエキスポのところに置いてあったお茶、ペットボトルのお茶があったんですけど、それ飲ん、まあなんかイラストがミントっぽくて、ミントティーだったんですけど、飲んでみたらミントティーで、でこのミントティーとチョコレート合わせて食べればチョコミントじゃんとか言って食べたんですけど、圧倒的にミントが強すぎてチョコミントにはなりませんでした甘草エキス、あ、なんだっけ、なんだっけ、甘草じゃなくてあ、体にいいマカロン、あ、ヘルシーヘルシーってわけじゃないか。オランジーナ、なんだっけな、オランジーナ飲まなかったんだけど、トロピカーナめっちゃ美味しかった。トロピカーナがオレンジの何？液体じゃない、つぶつぶ果肉。果肉が入ってて美味しかったです。あ、六本木のスタバ限定のチョコミント飲んだ？美味しいよね、あれ。まだあるんだ、何回ねありがたい翔子の、いおりが載せた翔子のハッピーバースデー動画見ましたか？
めっちゃ愉快。サプライズ。翔子がのね、いつも翔子って絶対集合時間の1時間前か30分前ぐらいに絶対いるんですよ。すごい時間をね守る女なわけ。それで、あれ今日翔子遅いね、私今日一番最初に来て、優雅にツイッターとかめっちゃ更新してたんだけど、花丸気分とツイッターを優雅にね、椅子に座って、あのマッサージ機に座って優雅に更新してたんですけど、あれなんか翔子来るの遅いなって、あ、2人目誰か来たって思ったらマイカだったの。翔子だと思ったらマイカだったから、あれ今日翔子遅いなって思ってて、でなんか全然来なくて、でその開始時間のギリギリでガラって入ってきて、あ、しょうがなーって言ってハッバーステーって言って、あの円形になってやってね、回って歌って、めっちゃいい感じのね雰囲気になったなって、そしたらいおりが、え、動画撮りたいからもう一回やってって言ってテイク2が、あの乗った動画ですテイク2、まさかのテイク2 いや、まさかね、テイク2がバラされると思ってなかったんで面白かったです。2度目サプライズふう、あれメディキュット履いてすごい水色マンになってるの水色の女になってる。足元が、下半身全部水色自然な演技でした。本当よかった、よかったよかった、安心メディキュット気づいた。そう、誰も案外突っ込んでなかったから、なんか誰も案外気づかないもんなんだなって思って見てたら、あ、気づいてた、気づかれてた、気づかれてたな楽しそう、楽しそう、楽しかったよ。フランスなら一生住めるって思った。また行きたいなってすごい思いました。次は40歳ぐらいに40歳ぐらいでまた行きたいですね。現実的じゃない40歳って面白い画像。朝ろ日比谷野外音楽堂、この強引に僕くりの強引にキスをするの日比谷はね、これキスしてるように見えるじゃん、でもこれはそんなに触れてなかった。再現こんくらいこんくらいで、ね、フランスはもうフランスの何喋ってるか分かんない。フランスの僕らの制服クリスマスはもうもうぶっちゅうでした。ぶっちゅうキスでした言い方よ、分かるの。なんか、あ、今日はしないなとか、あ、今日はするなとか、嫌でしょなんか分かるようになってきた。多分フランスは3日間フランスでホテルで一緒に過ごしたから、そのそれのキスだと思う何これ、やだ、あんま言いたくないこんなことうんそう、フランスだったからだと思う、きっとそう思ってる。私は勝手にそう信じてる、うん、フレンチキスうまいねよいしょ、こんな
イコラジの今日イコラジだったからなんか3人組どうしたいですかって言われたので、私とノンノでの今回のイコラジがノンノとミニアと私の3人だったんですけど、これ前回もねやった3人組と全く一緒だったんですけど、で次回というか次の月の3人組どうしますかっていう話をしてたので提案してきました。そしたらそれが採用されたので、ちょっとお楽しみにしててください。何ですかね、フランスのお土産はこの間フランスに行った時にねちょっとだけ紹介したんですけど、何買ったかな、まあ、何ですかね、何買ったっけ、お菓子、チョコ系のお菓子を大量に買った。あとはチョコミントとクリームチーズ、そのくらいかな。でもドスタバのマグカップ、パリのマグカップを買いました。これがズッキーニの生ハンバーグのようなもの、こっちで、こっちがピーマンのピラフ詰めみたいな、めっちゃ美味しかった。これめっちゃ美味しくて感動しました。すごい美味しかった。ランチに食べたんですけど、黒い箱ちゃんと持ち帰れました。カフェかな、これカフェ。めっちゃ美味しかった。食べ物他に食べたものあんま取ってないな。食べ物はさっき見せたステーキと、あ、チーズチーズ、あ、ケーキ、画質悪、ケーキショコラベリーラズベリーケーキかな。めっちゃいい感じに取れたマカロン、めっちゃうまい。なんだろう、ピザ見て、めっちゃおしゃれ。フランスでイタリア料理を食べるっていう謎の現象をするイコールラブの皆さん、ハート型のピザめっちゃ美味しかった。でもこれカプレーゼ美味しかった。塩かけるとめっちゃ美味しい。なんだっけ、あれなんだっけ、なんだペペロンチーノじゃなくてなんだっけ、カルボナーラが美味しかった。前も言った気がするな、カルボナーラ。そんくらいしかまとってないな、写真、食べ物は。カプレーゼ美味しかった、めっちゃチーズが美味しい。モノプリっていうスーパーがフランスにめちゃめちゃいっぱいあるんですけど、そこに私5回ぐらい行ってすごい行ってめっちゃいろんなものを買い込みました。なんか瞳がマグナムっていうアイスは、なんかアイスが箱売りでしかなんかあんま売ってなくて、まあ、氷のもあったんだけど、ほとんど箱売りと、もう大容量のアイスクリームしかなくって、でそれでもうみんなで食べようってなって、そのマグダムっていうアイスが、瞳が美味しいって言ったから、美味しいっていうか食べたいって言ったから買ったんですよ。ラズベリー味とキャラメル味買ったんですけど、めっちゃ美味しかった。パリパリのパリノスケって感じ。めっちゃ美味しかったです。もう食べてばっかり。フランスはもう食べまくって食べまくって食べまくりました。なんかもう
でも食べても食べてもどんどん入る。うん、パリだけにパリパリ。うん、自由時間はね、まさだとさん結構あったかな。うん、あった気がする。うん、あったような気がする多分。うん、コストコサイズ、コストコサイズかも。結構大きい。あの、私アメリ見てクリームブリュレを食べるって決めてたの。アメリのお店には行けなかったんだけど、クリームブリュレをそのモノプリっていうスーパーで4つ入りで売ってたから買ったんですよ。で、めっちゃ喋ってるね今私。モノプリで買ったんですよ。で、それで、で、クリームブリュレってさ、パリパリのイメージじゃない？その表面がパリパリで、こうやってスプーンでサクってやるのがいいですよね。で、それをね、やろうと思って、私も食べたいなって思って、買って、ペリって剥がして、こうやって、あ、サクサクだって思って、カリンってやったら、柔らかかった。柔らかかった。その瞬間、悲しかった。パリパリって、こうやって、パリって、おう、柔らかい。プリンや。プリンだった。でも美味しかった。あ、お味は美味しかったから、オールオッケーです。もういつかまた行けることがあったら、パリパリのクリームブリュレを食べたいです。以上です。まあ、スーパーだったからね、ちゃんとしたカフェとかに行ったらちゃんとパリパリだったかも。花丸気分のネタが大量にあります。イコラブサングラス部をね、本当は言ったっけこれ、もう何喋ったか覚えてない。花丸気分のネタにしようと思ってたんだけど、ツイッターで流行ったから、流行ったのかよくわかんないけど、ツイッターですごい盛り上がったから、それはそれでよしかなって思って。バゲット、バゲット、バゲット、バケット。うん、いっぱいある、すごいたくさん。あ、でもね、まだ公開してないサングラス部の部員の写真とかもちらほらあるから、あ、でももう部員になってる方ですねこれ多分。まあ、部員になってる方が多いんですけど、それでも書きそうな気がする多分。ミキハちゃんのサングラスかわいいよね。ハートのサングラスめっちゃかわいい。ハートサングラス。よし、じゃあもうたくさん喋ったので、そろそろ終わりにしましょうかね。そろそろ終わりにしてもいいですか。明日も舞台稽古なので頑張ります。よし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 。あ、えっ、むせた。ファミマのチョコミント商品、デビルズチョコミントケーキ、チョコミントクッキー、なんかミニストップにも今売ってるよね。あ、トルコ風アイスは見た。アイスじゃないんだこれ、デビルズチョコミントケーキ、フラッペ的な感じなのか。はい、それでは皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。ありがとう。エアコン、これ扇風機の、なんか扇風機だからそんなに涼しくない。温風。よし、じゃあそう、舞台まであと1週間頑張ります。気合を入れて仕上げていきたいと思います。頑張ります。頑張る。パー、配信してくれてありがとう。こちらこそありがとうございます。よし、じゃあ壇上の皆さんのお名前をお呼びしましょう。よいしょ。はい、1位
横浜のひでさん、ありがとうございます。2位あらさん、3位がいない。3位誰、3位の方は誰だ、3位は誰だ、3位は誰だ、3位がいないぞ。3位は誰だ、3位が見えない。みんな見えない、ね、いないね。誰だろう、そのうち現れるかな。あ、ガンちゃん、3位ガンちゃん、ありがとうございます。4位タカヤン、5位がレオサムさんと、6位がキム兄さん、7位がマイク、8位がタケッチさん、9位がシゲトラさん、10位が秋男さん、11位がヒコさん、12位が AKR さん、13位がソータくん。はい、ありがとうございました。コメントしてくださった皆さんもありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。よいしょ、こちらこそありがとう、頑張るぞ、舞台頑張るのでよろしくお願いします。ぜひともよろしくお願いします。前髪が、美容院に行きたいの私は、でも行けないのさ深刻な悩み、本当ね、フランスに行く前に美容院に行きたかったの、もう行けなかった、行けずに終わってしまった。あそれでは皆さんありがとうございました。うん、バイバーイ。テスト勉強頑張って。うん、私飛行機の中でめっちゃくしゃ、すごい飛行機の中ですっごいくしゃみが出て、隣が、行きはねイコラブのメンバーが隣だったんだけど、帰りイコラブのメンバーが隣じゃなかったからめっちゃくしゃみ出て、あ、これやばい、もしかしたら風邪ひいたかもしれないって思って、すっごい焦ったら全然大丈夫、今ピンピンしてるからよかったって思って、すごい安心してる、ピンピンしてる、よかったよかった、元気に生きててくれてありがとう自分でも足がめちゃめちゃむくんでる、豚さんのようよいしょ、気圧で足がむくんでる、よいしょ、安定のアディショナルタイム、生きててくれてありがとう、こちらこそありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう、ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう私が今夜は帰りたくないってツイートしたら、みんなからマジレスがいっぱい来てしまったごめんなさいごめんなさいってなったよいしょ、それでは皆さん終わりにします。帰ってきたら全然時差ボケは大丈夫、行きのやっぱ向こうに滞在してる時間の方が結構ボケますね、時差ボケ、帰ってきたら別にスッと日本に馴染めました何かしゃべり尽くした感ない、まだ喋れそう、ひたすら喋ってる、なんかフランスから帰ってきてから家族にすごいベラベラ喋って楽しかったあ、ゼップ当たりでいいな、ゼップ当たりますように、ゼップふまだ20分あるぜ、まだ20分ある、喋ってないこと、アヒルのパン屋さん、アヒルのパン屋さんでねパンを買ったんだけど食べれなかった誰かが多分その買った袋を誰かが持ってて、その袋が消えたからそのパン食べれず終わってしまったちょっと悲しかった、うんうん、アヒルのパン屋さん美味しそうだった、食べたかったな、でも美味しいパンいっぱい食べれたから大丈夫だよ、おいしいものには変わりないですね。うん。うん。
何ですかね、ディナークルーズで招きケチャさんが隣で食べていらっしゃったので、集合、私はツーショットとか撮れなかったんですけど、集合写真を撮っていただきました。たま、誰も載せてないよね、多分。載せた？誰か。載せてないよね、多分。うん。載せて、多分公式がまだ載せてないから。うん。撮っていただきましたという報告です。載せてないよね。ディナークルーズ。なんかディナークルーズの時に写真を撮られたんです。なんかフランスの方で、公式 そのディナークルーズ専用のカメラマンさんみたいな人が来て、一人ずつ写真をね、バチバチバチって撮りに来たんですよ。え、なんだろうって思って、でめっちゃノリいいんですよ。おお、あ、ポーズ指定してきて、なんかこういうのしてとか、こうやってグラス持ってとか、こうやって手振りでねしてくるわけなんですよ。でこうやって決めて撮るわけですよ。なんか結構終盤の方で、そのとさ撮った写真がなんかチェキのめちゃめちゃ大きいサイズこんくらい、タワーありがとうございます、こんくらいの、これよりもうちょい大きいサイズの写真が印刷されて届いたんですよ。で 見るやん、一人でこうやってさ決めて写真あるやん、これはどうすればいいやってなって、なんかディズニー行っちゃいけないのかなんかでもお返ししましたそれめっちゃ面白かったです。愉快な映像というか写真でしたそう売ってるやつで、あ、ノーノーノーってそう、うん、そんな感じ、そうなんかその自分の写真が2枚と、あとそのテーブルごとの写真が1枚みたいな感じで配られましたで、なんかいおりとテーブル触ってたから、あ、じゃあこれいおりとのやつだけもらおうかなみたいなこと言ってたら、あ、それお金払わないといけないやつだよってスタッフさんに言われて、あ、そうですねってなって、ですっとお返ししましたいくらなんだろう、なんか何ユーロとか分かんなかったから、ちょっと怖いからお返ししましたうん、鳥さん申し訳ない、そうサービスなのかなって思ったら違かったそうせやねんちゃんとね、ひよりさんとの写真を撮ったから、こんな感じとこれ顔がみんな死んでるからあんま載せられないんだけどそんな感じかな。あとナータンが誕生日だったからイタリア料理店でお祝いしました。ハッピーバースデー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 。フランス気分味わいました、私のショールームで絶対味わえないと思うけど難しい、伝えられない、言葉だけじゃ伝えられない、伝えたいのに、こんなに伝えたいのに、あ、お前髪が割れたじゃあ後々徐々にハマる気分でおフランスレポを載せていきたいと思うので、お楽しみにしていてください結構基本外にいたから自然光でめっちゃ綺麗な写真が多いから、写真もいい感じなのが多いですよ、楽しみにしててください。うん。よいしょ。
喋りました。あと花丸気分のフランス旅行日記で一番ちょっと一大トピックスは佐々木舞香の黄昏シリーズをちょっと花丸気分で書いていきたいと思います。お楽しみに。めっちゃ佐々木舞香の専属カメラマンとして頑張って活動しました。おフランスで。お楽しみに。佐々木舞香の黄昏シリーズ、うん、いいですねこれは最高です。なぎさちゃんの誕生日の花丸気分でも斉藤なぎささんの黄昏シリーズで載せたんですけど、佐々木舞香さんはそれ以上にたくさんあるのでお楽しみにしていてください。それでは皆さん、さようなら。お元気で。さようなら。さようなら。終わります。おやすみなさい。いい夢見てね。おやすみ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。はなちゃんも写真いっぱい撮った。ツイッターとかに載せます。バイバイ。おやすみなさい。切ります。3、